音ちゃんが新しく直してくれて、もうグラグラしなくなった。ポンちゃんのベッドに、やっと乗るかな？なかなか乗ってくれずに、一人でここでバラを作って、今怒っていたトンちゃんです。なんでよ。グラグラしねえじゃねえかよ。兄貴、グラグラしねえでやんすな。快適じゃないでやんすか。俺、ちょっとぐらいグラグラした方が落ち着いてたかもしんねえだ。あ、なんか気が新しくなっちゃったから、オイラの匂いが消えちゃった。なんだよ、トちゃん。オイラはボロボロが好きだったんだぞ。しかも、オイラが寝るところに塗り壁がいて、オイラ寝れねえかな。この野郎、隙間に乗って寝てやるかな。よいしょ。どんだけ角に立ってるんだ。トンちゃん、寝寝していいよ。あ、じゃあ枕取ってあげようか。これここの子じゃないもんね。塗り壁ここに置いて、はい、スペースできました。どうぞ。グラグラしねえな。寝れる？いろいろこだわりがあるトンちゃんはグラグラの方が落ち着いてたようです。うん、怒ってるね。うん、はい、ではお昼寝します。なーに？退屈でやんすな。